主人吉村秀夫47歳小さな町工場の親父さんである。23秒。長女奈美子、次女由美子、吉村工場のエースはゼッケン07、手製のエンジンは 800cc、 出場者中最も安い車である。長女の奈美子は22歳、父の良き助手である。東京都下にある吉村工場は主人の下に5人の工員、レース専門の個人企業としては日本の草分けである。ナミコ、 N6 のカム、そう、 N3 2本。父は整理が苦手で金銭音痴、エンジンのこと以外は全く関心がない。だから工場管理は長女奈美子の役目となり、部品の整理、客との応対、売掛金の取り立て、いずれも父は決してやろうとしない。今日明珍さんさ、また払ってくれないのよ。なこと言ったってうちの商売じゃん。私ばっかり言ってもいつも、嫌な顔ばっかりされるからね、もうまた困るの。だけどもうお前それやってくれよ。お前現金でね、取引した方がもうずっといいんだけどね。だから今一生懸命潰れないような、よく走るようなエンジン、今はね、潰れない、一生懸命やってんだよそれを。だけどやっぱり私たちが思ってることも聞いてもらわないとね、困るの本当に。もういつまでやっても同じことばっかり言ってるんだもんね。商売してるからある程度商売やけど、商売も考えてもらうとね、あんまりもう せっかくね、俺こんなにくつろいでるのに、たまにじゃねえか、そんな考えてんのに。